フジロフをご覧の皆様、はじめましてピサロと申します。拍手はいらない。イエーイ。ですね、メンバー紹介、ベースの夢です。ドラムの渡るです。ギターの楓です。オーバー始まって、ボーカルの楓です。ギターのです。ですね、ピサロはですね、1月の16、18日にファーストシングルグラデーションを発売いたしました。これが流れてないというのは、もう1月リリースされちゃうね、多分。いたしました。ですね、1月の25日に、もう2日後なんですけど、ライカイジュソンさんの方でニストアイベントも絡めたリリースになっております。で、これからの活動としては、2月に、僕の生誕祭がホリデー新宿で、3月にうちの赤髪のみんなの生誕祭が同じくホリデー新宿で、で、5月にピサロの1歳の誕生日とうちの僕が帰りの誕生日を絡めたファーストワンマンが決定しております。こちらが MC 池袋になっております。皆様、チケットが1枚2000円になっていますので、よろしければお越しください。じゃあ最後に、ビジログをご覧の皆様、多分僕らを見たことあるっていう機会がある人あまりいないかもしれないですけど、もしかしたらここから PV とかどっぷりハマる方がいるかもしれないので、YouTube のURL の方も今回のインタビューの最後の方に載っけてあると思いますので、ぜひご覧ください。では、ピサロでした。ピサロでした。